こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は大学入試というか大学を志望する方々の傾向というニュースが出ていましたので、そちらのお話をしていこうと思います。私的には、だいぶ以前から言ってますけれども、国公指定という形で国立大学が高くなっていって私立のが低下していく傾向が、今後ますますその傾向が強まっていくのかなというお話しているところですけれども、今回持ってきたのがこちらですね。河合塾のアドバイスという記事で、こちらは産経新聞のネット記事から持ってきています。で、全く同じ記事がヤフーニュース等々でも配信されていたので、河合塾が配信して、それを各社、各インターネットメディアが、それぞれの、ページで配信しているような記事だと思います。で、読んでいきますね。河合塾の模試の中で最大の募集団を誇る第2回全統共通テスト模試が、先頃実施されましたと。で、今回はその分析を通じて、受験生の最新志望動向をお伝えしますという河合塾からの、配信ということになります。で、18歳人口が減少している昨今、本模試の今年の受験者数も現役生がおよそ1万人弱減少ということですので、だいぶ減ってる状況が見て取れます。で、対前年比は 97% 程度となりました。しかし、全ての大学学部系統の志望者が一律に減少しているわけではありません。で、まず、国公立大と私立大を比較すると、模試の募集団全体の対前年比 97% に対して、国公立大前期試験の志望者は、前年対比 100% ですので減ってないということですね。ですので、募集団が 3% 減っている中で、国公立志望者は 100% 減ってないということですので、逆に考えると 3% 分、減った分がこちらに乗っかってきているということになります。で、一方の私立大志望者は、一般選抜の対前年比が 95% ということですので、私立大志望者はこんだけ減ってしまいましたよということです。で、つまり受験者の志望動向は国立大にシフトしていると言えるでしょう。で、しかも上位大学ほど志望者が減少していない状況だということですね。で、具体的に見ると東大が 99.3%、 京大が 102.3%、 阪大が 98.3%、 明大が 105% などとなっています。で、一方私立の方でも総計上理は 98.1%、 官官同率が 97.9%、 マーチ 97.3% ですので、マーチの 97.3% が、募集団の減っていく中で、それに伴って、同じような、形で減っている状況だと思いますので、マーチ以上になると、総計上理になると、全体が減っていく中で、少しずつ増やしている状況ということになりますので、ここから推察すると、マーチ以下ですね、日東駒線、あとは大東亜帝国、さらにその下となるとさらに減っているんじゃないのかなというのが、この記事から、なんとなく推察することができる状況です。で、全体の前年比 97% よりも高めだということなんですね。で、これらの志望者の、増減は大学のブランドイメージによって決定しているように思われるというのが河合塾の、見方ということになります。で、2020年の1月末頃に新型コロナウイルスが世界中に蔓延したことにより、この年度に入学した高校生はオンライン授業 やマスク登校を高校生活すべてで継続してきました。大学志望もその中で選択することを余儀なくされ、将来への、漠然とした不安によって手に職をつけようとやや理系にシフトしているというお話ですけれども、このお話も確かにそうだとは思うんですけれども、国主導で理系の学生を増やそうね、理系人材を増やそうねということで、動いていますので、そういったことも、もしかすると、学生の、志望動機というところで理系にシフトしているということがあるのかもしれないです。で、もしでもその傾向が、大きくですかね、大きく出ていますということです。
で、具体的には、医学科の志望者は国立大学の 105.3%、 私立大は 107.7% と突出して増加が大きくなっている。で、農学部も、国公立大で、104%、 私立大で 99.6% となっており、増加もしくは横ばいとなっていますよということです。で、農学部が昨年来特に、志望者増になっているのは獣医学科の志望者増が原因です。私も何本か、獣医学科、志望者に向けた、動画作りましたけれども、だいぶ志望者は増えていて倍率が上がっているようです。で、薬学部は、前年比 94.7% ということでだいぶ低迷している状態です。まあ、薬剤師さんがもう供給過剰になっているというニュースも出ていますので、その辺も影響しているのかもしれないです。で、これは前年志望者が突出して増加したためで、一昨年と比較すれば 108.1% とまだまだ増加傾向を継続していると河合塾の方は見ているということですね。で、一方の文系学部では就職直結のイメージが強い経済系学部への志望者が 103.5% と増加傾向にあります。で、その他の学部では突出した傾向はありません。で、新型コロナによる世界的な渡航制限が続き、その影響によって志望者が、大きく減少した外国語系学部ですが、渡航開放が進んだ現在でもまだ模試では増加傾向にないということなんですね。で、社会情勢の変化が受け入れられて模試の動向に反映するには一定の時間がかかります。この3年、社会的な不安定さに関連した学部に志望者が回帰するにはまだ時間が必要になるでしょうということです。ですので、もう3年ぐらい経つと、もしかしたらこの、外国語系の学部ですね、あとは観光ですとか、そういったところに学生の希望が戻ってくるかもしれないですけれども、まだまだ先になるという予想のようです。で、18歳人口の減少で、難関大や人気学部を目指す受験生に恩恵をもたらす時代はまだまだ先のことと言えそうです。で、最新模試でこれらの傾向は、昨年から継続しており、大きく変化がありません。で、上位大学や就職直結学部への志望者の集中は今年にも継続するに違いありませんという記事です。で、私なりに考察してみたのがこちらの枝を書いたところですけれども、私はこちらの方が大きいんじゃないのかなと見ていまして、親の世代がバブル世代から氷河期世代へちょうどシフトしていくのが、この数年前からあと数年続くような形で、徐々にシフトしていくんじゃないのかなと見ていて、で、あと 3,4 年経つと、バブル世代は、子育て終了ということになって、もうバブル世代といってもバブル世代の最後の最後ですね、最後の最後の、遅く結婚して、お子さんとの年齢差が大きめのご家庭でももう終了という時代があと数年で、終了を迎えるということになって、で、その後は、氷河期世代の、お父さんお母さんになっていくのかなというところで、そうすると、親の世代の考え方が、だいぶ異なってくるので、それが、子供への影響というか、子供の、志望先の違いに大きく影響を及ぼすというか、変わってくる原因になってるんじゃないのかなと思っています。で、バブル世代の特徴ですけれども、大学は自由にモラトリアムの、4年間を過ごして、その後、就職をしてという世代だったと思います。ですので、有名私大が人気で、少数の指定、一人っ子だったり、せいぜい2人か3人、少数のお子さんたちにかける経済的余裕もあったよねというのが、バブル世代ということになるのに対して、氷河期世代の方は、モラトリアム学生で就職を失敗、ご自身が失敗した体験をしたのか、あるいは、周りにいる友達等々で、そういう失敗をしている友達を目撃したということが、多々あると思いますので、それを、肌感として実感してますよねというのが、氷河期世代ということになるんじゃないのかなと思います。
で、モラトリアムにならない大学を選ぶ傾向は、バブル世代よりも、氷河期世代の親の方が強いと思いますので、まあ、学生時代にモラトリアムで、まあのんびり過ごしてしまうと、就活の時に大変なことになるよねという実感のもとですね、学生時代何か一つ、まあ、勉強なのか何なのか、きちんとやってほしいなという傾向はあるかと思います。でプラスアルファ、ご自身も苦労してきた年代だと思いますので、世代だと思いますので、同じ大学だったらまあ安い方がいいよねという意識もあるかと思いますし、まあ当然先ほどのモラトリアムにならない大学生活ということになると、手に職あるいは資格等々が手に入れられる大学の方がいいんじゃないという考え方にシフトしていくのかなと思います。で、氷河期世代の就活後、お父さんお母さんがどうだったのかなというところを少し枝分かれするような形で分類してみると、氷河期はあったけれども、まあ、お父さんお母さんご自身は勝ち上がったよ、まあうまく乗り越えたよという、ご家庭ですと、まあ、当然、まあ、子供が あって、まあ、当然というのもおかしいですけれども、氷河期に負けることなくですね、就活うまくいって、それなりの企業に就職できたよというご家庭ですと、まあ、結婚されて子供があるという前提なのかな。で、考え方的にはどちらかというと、先ほどのこの2つの比較というところではどちらかというとバブル世代寄りの考え方で、いらっしゃるのかな。で、モラトリアムもいいけれども、でも有名なところ有名次第に行った方がいいよねという考えなのかなというところがあります。で、氷河期でもう就活すごく苦労したよ、でもなんとか実力で、まあ運もあったかもしれないですけれども、なんとか苦労はしたけどもなんとかなったよという、ご家庭ですと、お子さんがいて、で、自分の経験を反省にモラトリアムで、大学生活を過ごしてしまうと、後でしっぺ返しが来るかもしれないから、モラトリアムにならないか、学生生活を送れる大学を、なんとか子供に選ばせてあげたいなというお考えが強くなってくるのかな。で、高卒就職をすることによって氷河期世代に、氷河期になる前に高卒として就職してしたおかげで助かったよというご家庭もあるかと思います。で、そういうご家庭でお子様がいらっしゃるところだと、まあ、大学行かなくてもいいんじゃないという考えもありつつ、でもどうせ行くんだったら、就職を考えて行った方がいいよねという形になるんじゃないのかな。で、もう氷河期にすっかり打ち負かされてやられてしまったというところだと、お子様なしというご家庭も多いかと思いますので、当然お子様がいないとお子様の受験という話にはなってこないので、そうするとお子様がいて、で、お子様の受験を考えているという形だと、この大きく分けて3つのパターンと考えると、そうすると、有名なところでモラトリアムでもいいけど有名な私立大学で、行った方が就職に有利なんじゃないの、まあそんな形で、子どもの自由にですね、就職させてあげれば、進路を決めさせてあげればいいよねという形のバブル世代的な考え方に近いのかな。で、そういう方は、どんどん減少傾向にあって、で、どちらかというと、こちらですね、実利を求めてというか、手に職志向で、大学を選ぶというご家庭が増えていくんじゃないのかなと思っています。で、結論ですけれども、こんな形でまとめてみたんですけれども、現在は、マーチ VS 最大、まあ、地元の埼玉大学持ってきましたけれども、マーチ VS 最大ですとか、マーチ VS、地方国立みたいな形で、YouTube 等々でも話題になることは多いですけれども、今はこれが話題になっていますけれども、数年後には、皆さん心の中でやっぱ国立でしょうという気持ちになっていくんじゃないのかなという気がしていますので、まあ、現在中学3年生で高校受験をお考えの方ですと、3年後というとこの傾向はますます強まっていくように思われますので、ぜひ、まあ、高校受験が終わってですね、高校生活を、過ごしていく中で、ぜひ国立大学を脇へ花から置いてしまうという大学選びというのは、ちょっと危険なんじゃないのかな、そんな風に考えています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。